ボビー・ルードはカナダのプロレスラー、オンタリオ州ピーター・ボロ出身、オンタリオ州出身のショーン・モーリーとショーン・シーエルの元でトレーニングを開始。1998年、トータル・リー・アンソムのリングネームでプロレスラーデビューを果たし、ピート・ロックと対戦。カナダのインディー団体を転戦し、プエルトリコの WWC にも参戦している。また、 ティネと契約するまでの2004年には WWF のダークマッチにも登場していた。2004年、カナダのインディー団体のボーダーシティレッスリングのオーナーであるスコットダモールに紹介され、ティネに登場。チームカナダの一員として活動を開始するようになり、チームカナダが3リットル系やアメリカズモストウォンテッドと構想を開始すると、チームの用心棒を引き受けるようになった。 2005年に入ると、ダスティローデスや、ランス・ホイット、ザ・ナチュラルズと抗争をしていた。チームカナダの動向に合わせ活動を続け、解散するまで在籍し続けていた。チームカナダ解散後に一時的に、カズとの構想を、終了後に、トレイシー・ブルックスと抗争をしていた。2008年6月に、元、アメリカズ、モスト・ウォンテッドのジェームズ・ストームとのタッグである。 ビアマネーインクを結成8月にヘルナンデスとホミサイドのラテンアメリカンエクスチェンジの持つティネ世界タッグチーム王座に挑戦し試合に勝利してタイトルを初体感しているタイトル獲得後はクリス・セービンとアレックス・シェリーのモーターシティ・マシンガンズを相手に防衛を成功するがコンシクエンス・クリードとジェリー・サルトの防衛戦でタイトルを落としてしまう 2009年のジェネシスで王者組に、マッド・モーガンとアビスの巨漢タッグを加えた3、ウエマッチで王者組を破り再び王座に返り咲き、2度目の対官を果たす。しかし、4月のロックダウンで、チーム 3D と王座をかけて対戦するもタイトルを落としてしまい、同時にヒールターンしている。7月に、スラミバー3でチーム 3D を破り3度目の王座獲得。 2010年7月にフォーチュンに加入している。2011年1月に入ると、モーターシティマシンガンズを破り4度目のタイトル獲得を果たした。10月にジェームス・ストームの持つティネ世界ヘビー級王座に挑戦、ルードが勝利し、世界ヘビー級王座を初体感した。このことがきっかけでビアマネーは解散する。その後防衛を続けるが、翌年の7月に、 オースチン・エイリースにタイトルを奪われてしまっている。2013年1月にエイリースと組チャボ・ゲレロ・ジュニアとヘルナンデスのタッグが持つ、世界タッグ王座に挑戦し、再び王者組に返り咲いている。ルードとして5回目の王座獲得となった。しかし、4月に、元王者組に敗れ王座を手放している。2014年に、レッスルマイナス -1 の興行に参加するために来日。 船木正勝と対戦している。NXT2016 年6月10日、イングランドレスターシャーで行われたダウンロードフェスティバル2016に参加した WWE の参加団体である NXT の NXT ライブに参戦。アンジェロ・ドーキンスと対戦して勝利した。8月20日、NXT テイクオバーブルックリン2にてアンドラーでアルマスと対戦。 終盤にアンドラーでのハンマーロック DDT を耐えると、ダブル R スパインバスターから、新技である、クロリアスボムを決めて勝利した。10月12日、NXT のダスティローデスタックトーナメント、クラシックにて、東京のカナダ出身であるタイデリンジャーと組んで出場。サニティと対戦。試合を開始して、早々に、デリンジャーが一方的に攻め立てられると、敵前逃亡。 デリンジャーはそのまま合体技を決められ敗戦。この一戦からデリンジャーとの因縁が生まれる。11月19日、テイクオーバートロントにて、タイデリンジャーと対戦。序盤こそペースを握られるが場外での攻防から、逆転すると終盤には、両者大技の出し合いとなり、最後に、グロリアス・ディーディティを決めて勝利した。二千十七年一月十八日、テイクオーバーサン・アントニオにて、 NXT 王座を保持する中村晋介に挑戦。終盤に金車差を喰らうが、その際に中村が右足を痛め、その隙をついて、クロリアス DDT を決めるが返されてしまい試合を中断。再開すると、リバースハーフボストンクラブを極めるが切り返され三角、締めで極められる。しかし、脱出して、クロリアス DDT を決めて勝利。ベルトを脱取した。 WWE2017 年8月22日、WWE に昇格。スマックダウンライブにて、エーデン・イングリッシュと対戦。観客からのボビールードちゃんとを受けて試合を優位に進め、終盤には、イングリッシュのザッツアラップを避けると、スパインバスターから、クロリアス・ディーディティを決めて勝利した。12月26日、空位となった。 WWEUS 王座を巡りトーナメントを開催することを発表。当日、1回戦でバロンコービンと対戦。終盤にセカンドロープから攻撃を仕掛けるも捕まるが、切り返して丸め込み勝利。2018年1月16日、WWEUS 王座争奪トーナメント準決勝でモジョローリーと対戦。スパインバスターから、 クロリアス DDT へとつなげて勝利。決勝進出が決定するも試合後に、同じく決勝で対戦するジンダーマハルのマネージャーで、ある、シンブラザーズから襲撃を受ける。これに対して、同月23日に行われるはずだった、決勝戦を同日に行うことを提案して、GM であるダニール・ブライアンに許諾される。同日、決勝で、ジンダーマハルと対戦。 シンブラザーズがいないマハルとクリーンファイトを展開し、最後にはマハルのカラスを切り返して、クロリアス DDT を観光して勝利。トーナメント優勝を決めて王座を退官した。12月10日、RAW にてチャドゲーブルと組んで、WWE ロータグ王座を保持する AOP に、ハンディキャップマッチで挑戦。終盤に、レーザーとカムノが大義を暗い窮地に陥るが、 レーザーとタッチしたマーベリックにフォールされたところを切り返して丸め込むと3カウントを奪い勝利。ベルトをダッシュした。2019年4月22日、RAW でリングネームをロバートルード、ロバートルードに変更。クロスフェース W、アールスパインバスターティネ世界ヘビー級王座ティネキング、オブザマウンテン王座、ティネ世界タッグ王座。ありがとうございます。